んでも言ってください。それで考える仕事だけですよ。基本もでも自分で食べたいものを作る、だから食べたいものを作ればいい。苦手なものだったら言うけどっていうのが一番楽なんですよ、うん、あのこれ食べたいって言ってるのほんと小田原方面は皆さんこれ食べたいって言ってくれるの。そうめんがそうめんとか冷え中華あるの中華ね、食べてる一人で食べて焼くもんでね、卵かけてる、だったらそれとあとはそうめんね、メインね、普通で。あ、なんか食いたいってあんまないから今いっぱいだから あれだよ、旅行を言えば、豚しゃぶとキャベツみたいな感じで茹でて、ごまだれで食う。味ぽん。味ぽんでもいいよ。だから、サラっぽい感じの、肉の。じゃあ、豚バラ食べる。豚バラあれば、あれで。ね、カブに茹でて、豚しゃぶならもっと。そもそもないんですよ。だから、あとなんか、麺をこうやってみたいなのあるからね。で、セバラというか、なんか、おしんこっぽいこういう食うっていうイメージ。なんかわかる？お腹いっぱい寝てるか？でもね、私、麺を食べたいって言ったら、しょうがないですとか、あんまり食べたいとかって、言ってくれた方が、まあ、あるよね。なんでもいいって言うのが一番困る。全国の主婦がいていいんじゃない？あ、お父さん何がいい、何でもいいっていうのか。何でもいいってことってさ、作ってさ、後でさ、いらないでしょ、普通。何でもいいって言ったから何でもいいでしょ。何でもいいって言ったから。逆に例えばだけど、まもなく相模大通りに到着をいたします。小田原方面ご利用のお客様は2番ホーム、お出口は右側で、右側になった側にご注意ください。暗めやめてね、暗めていけば油使うんです。あ、そうです。いや、カレーにエビフライに、なんだろう、なんでもいいって言いながら、なんか何か食べたいって言われた時にカレー、エビフライ、チャーハンかな。で、3つを提示するじゃん、普通は。じゃあ、どれも、例えば油使って熱いから嫌だと、夏場はと。冬は鍋だよ。Thank you.
急路マークが相模江ノ島92号新宿駅の後ろより6両1号車から6号車です。この電車は一旦停止いたしますが、連結のため再度前へ動きます。特急券をお持ちのお客様、黄色い線の内側でお待ちください。連結のため再度前へ動きます。再度前へ動きます。面白かったね。歩けば丸口線走る。逆にタクシー借りなかったら乗せてほしいなと思って。天然寺のところにしかないの。ヤンキー行ってみたらどこでもいいですよ。どこでもいいじゃない。相模大野から5
利用くださいましてありがとうございます。特急ロマンスカー新宿行きです。停車駅は新百合ヶ丘新宿です。電気、お手洗いを含めまして全車禁煙です。化粧室、お手洗いは2号車、5号車と8号車にあります。お飲み物の自動販売機は3号車と9号車にあります。携帯電話はマナーモードに設定し、通話はデッキでお願いいたします。次は新百合ヶ丘、1人前ぐらいでしょ多分。到着時刻のご案内です。次の新百合ヶ丘に20時8分、終点の新宿には20時29分到着予定でございます。The next stop is 新百合ヶ丘.